こんにちは、吉田さんあの昨日ねある、まあ、私から見ると有名な YouTuber さんのライブに行ったんですよ、まあ、その方はね結構更新頻度が高くってチャンネル登録こそ、まあ、そんなにね何万人もいないんですけども昨日のライブで同時視聴が150人ぐらいいらっしゃって、まあ、私もねたまたま気づいたんでログインして、まあ、コメントを何の気なしに書いたんですよ なの気なしにねそしたらものすごくねその方がね喜んでくださって「うわ有名な人が来た!」とかね「皆さん久保さんが来てくれました!」みたいな感じでなんかすごく取り乱したというかねうーん言ってくださってで、まあ、周りの方もね反応してくださってコメントバーっと流れたりとかでなんか私も気持ちがいいんで、まあ、投げ銭とかするんですよね。そ、まあ、ししたたら非常に恐縮てていただいだ こういういいいに見ててださっるる人がいるんだなと思いましたね私から見るとねその人の方がものすごくアクティブで有名なんじゃないかなと思ってはいたんですけどもただ YouTube っていつも自分のログインした画面に誰のサムネイルが主に出るかそして自分が誰を主にクリックするかによって YouTube という大きなプラットフォームの中で自分の見えてるこのある程度 限られれた世界が構成されている以上もう有名のなんかねその概念がみんな違いますよね、うん。この人は誰でも知ってるでしょうみたいな人知られなかったりとか逆もそれもあるしまあ例えばねヒカキンさんっていうのは私知ってるんですけどもヒカキンさんのサムネイルが見たことほとんどないんですよね。出てきてもクリックしないんで。うん、なんかたまーにねしたことがあったんですけども,もう何年も。 見てないし。私的にはあんまり、はじめ社長も面白いと思わないんで、はじめ社長なんてもうね、これまたね、めったに出てこないですね。うん、思い出したら、数ヶ月前まで坂上とも出てきた試しがないレと。でレイヤーさんは新選組はよく出るんですよ。一番出るのは吉田さんですよ、やっぱりね <laughs>。吉田さんの動画再生すると、横にもおすすめが、やっぱり吉田さんだったりとかするんで、今もね、吉田さんのレザレクションズ見ながら、左上の一番上に、 自由とかねその一番下に人生とか出てます、ね、その間はまあ山本太郎さんだったり青山茂治さんだったり高橋洋一さんだったり、ね、本当に有名な人が並んでるんですけども YouTube の面白さってこうやってねかなり影響力の強いっていうかね芸能人とか有名経営者とか財務省出身とかそういったあのまあ言ってみればインターネットじゃない世界でも有名な人が ぶわっといる中でインターネットで細々と活動している人がポンと映るみたいなそののチャンネルの構成ですよねこれ誰から見てもそうかもしれませんけどももうどう考えても有名だろうみたいな人の間に自分が個人的に YouTube でよく見てる人がポンと出るみたいなねもしくは YouTube がおすすめするその有名人と同格なところにポンと出てくるってね面白さがありますよね。 まあだからこそあれじゃないですか。うん。なんかこう人を叩く人っていうのは必ずいるんですけども、もともと影響力が強い人を叩いていると、うん。なんかよく出てくるサムネイルの人もね、ついでに叩いてやるみたいなことになるのかなと。まああの人を叩く人の心理は私はわかりませんけども。うん。でもなんかね、人を応援したら、なんか儲かるような仕組みにならないのかなと思いますよね。 なんかよいしょの男って昔ね稲垣叶郎さんがやってたドラマがありますけども、うん、ああ言ってね人をよいしょしたらなんだか軽率な人間だと思われるようなことじゃなくてねあと「お金がない」っていうね小田裕二さんのドラマがありまして私好きだったんですけどもあれなんてな萩原健太郎っていう主人公がね「よーとか言ってねとにかく目の前の社長とかをよいしょしたりとか。 自分を意地悪してくる人も、いや、さすがっすね、みたいな感じで、どんどんなんか味方に取り込んでいくみたいなね、えー、平成成り上がりストーリーだったんですけどね。当時は平成になりたてだったんじゃないかなと思うんですけども、うん、なんかそうやって調子のいいだけで、ユニバーサルインシュアランスの、なんかこう、幹部に登り詰めるみたいなね、そんなドラマですよね。ちなみにね、当時、新聞の、あのテレビ欄の、 下の今日の番組の見どころみたいなところがあったんですけどもそこにねたびたびねお金がない出てましたねすごく人気だったんでしょうねあれ続編見たかったな続編もう今じゃもう不可能でしょうけどもあの時の若い小田有志が萩原健太むちゃくちゃ似合ってて好きでしたね大沢くんとかね東幹久とかあそこに出てきた人たちも もういい加減年取ってそれぞれ違う貫禄を出してますよね、うん、いやでもああいうドラマ好きだったな、うん、なんかね YouTube 見てるとあのこのドラマおすすめみたいなのもたまに出てくるんですけどもこれは絶対見るなみたいなやつもあるんですよねこれは見てもしょうがないみたいな逆にその見ちゃしょうがないみたいなのを見ちゃいますねまあこれはなんか人をたたいてるのとは別ですけども うん、どんな人が低い評価を受けてるのかなと思ってるわけですよ。でも気をつけないといけないのは一部の人がそう思ってるだけであってまるでね多くの人がそう思ってるっていうふうな印象を与えかねない YouTube のそういった動画こういうのがあるってことなんですよね。うん、だからほんとね一人のの声っていうのは 何百人も何千人も何万人もに聞こえてしまうことがあるのは気をつけないといけないですよね。三崎裕太さんのことは本当にあれだけの影響力ね80万人以上のチャンネルを運営してると80万人以上の重圧があるんでしょうね。それだけに強いとも言えるけども脆いとも言えるというか、うん、したたかな人間に出られてしまってあれほどの人物でもこうなってしまうのかなと思ったら。 やっぱりね、人の攻撃の巧みさというか、人を貶めることには、長けてる人がいるんだなっていうところですね。だからなんか人をね、論破しようとかね、言い負かそうとかね、もうあんまりいやらしいですね、そういうのはね、うん。言い争いで勝った負けだとかね、口論に勝ったとかね、なんか戦争の一部だと思いますんで、やっば負けるか勝ちというか、 人の気持ちを受け止めてあげて、そうやね、と。そんな考え方もあるよね、と。さすがだな、と。もう戦わずに良い人すると。そんな風にならないかな、と思っちゃったりします。応援したりね。違う意見を応援するみたいなね。自分に敵対する人にも死を送るとか、ね。何時の隣人を愛せとイエス・キリストは言いましたけども、さらに何時の敵に感謝しろとまで言ってるわけです 敵の存在をねあなたを成長させるとだから敵にやられるんってことなんですよねまあけどどうなんですかね共産党っていう政党もこの武力を持つと武力の連鎖が始まるって言うんですよで共産党が主張するのは話し合いによる解決対話による解決だって言うんですよ、ね、ご立派ですけども その対話での解決を実現させるそのプロセスには残念ながら必要不可欠なのは暴力対暴力っていうそういう人間のフェーズもあるかもしれませんねそのフェーズを通り抜けたからこそ暴力を選択しないっていう道にたどり着くのかなとかこれはね認めたくはないんですけども私の知恵では 背景に力強さがなければそれが拮抗してるからこそ話し合いになるのかなと思うんですよ結局はね大きな声で脅したらその論争に勝つんだったら対話ですら戦争になると思うんですよねいやいろいろとね思うところがあるそんな5月22日深夜2時52分でしたおはようございますじゃあ ここから始めます行ってみようスタート